ゆわんにゃ広大の文字は、万象にあまりて名を豊かなり、神羅万象古物の家宝という厳重名に句がある。いかなるかこれ文字という、12345という、星でもこれ話する。星が消して止まっとるんでね、それも話しないでしょ。あ、そうや、そう、星が話しとる。私が一遍、宇都宮から前橋に来る道中で、多分毛陵学校の同窓会が何度あったやろ。さあ、星が二人入ってきた。二人入ってくるともう肌沈めとる。で、その次の駅行ったらまず三人並んでる。そしてもう並んでるってことはこう、こう話してる。その次にまたこう入る。ほうほんま、物言い詰めに言うとる。広大の文字は万象にあまりて名をいたかれ。天台法輪、また一陣に収まれ。だから、パーという説法もあれば、ムーという説法もあれば、だから、いろいろな天台法輪、また一陣に収まれ。しかるば、すなわち、即身。植物の言葉。なお、これ、水中の尽きない。即座成仏の旨。さらに、鏡の縁の陰台。言葉の巧みに関わるべからず。この仏道が非常にこの言葉の、つまり仏道には論議ということがあって、この言葉で非常な、発展した。じゃあ言葉の巧みに関わるべからず。即身で仏の言葉、なおこれ水中の陰内、即座成仏の旨、さらに鏡の、うちの陰内、言葉の巧みに関わるべからず。そこで、今、心象菩提の修行を進むるに、仏祖丹田の妙道を示して、だから仏道は決して学科ではない。四学科と間違えるからね。平家の、教科書、歩兵なら歩兵争点。歩兵争点を習う自分にはもはや演習を何もかもやってるわね。まず、歩兵で言うなら、一騎の検閲までに、括弧教練、文体教練、正体教練、ちゃんとやっとるわね。それから第二騎の、検閲までにはちゃんと、中体教練、大体教理やと。それから、12月には機動演習出るわね。機動演習に出るともう兵隊のこと一通りわかる。だからそれから本を読むんじゃ。歩兵争点読んでみて、右向け、右っていうのは非常に文章で書いてあると難しいぞ。あれ、右っていうことは文章で書いてあるのよ。で、
文章だけで分かるもんじゃないぞ。立ち打ちの壁って分かるもんじゃないぞ。なことしてあんたやってしもうてからそいつを字読むんじゃから分かるようにじゃ。仏道が分かってから仏性を読めばええが、仏性を、仏性で試験が通ったからそれで仏法が分かったんじゃ。それは大変な間違い。で、仏法もそれ実家なんだよ。で、体操教範読んでみたて、剣術教範読んでみたて、実際にやったことを書いてあるんだから、それはもうすぐ、実際見りゃすぐわかる。今仏法もその通りで、心性菩提の修行を進むのに、仏祖三殿の妙道を示して、真実の道人ならしめんとなり、また仏法を伝授することは、必ず紹介の人をその収支とすべし。だから、私らは現役3年勤めてから戦に行ってやる。それと、しばらくするとたくさんな、死ぬ。そして小隊長、中尉や少尉がかける。そこの補充で来るのがね、中学卒業して1年志願で、三月演習したのが来るね。やっとサーベル下げることと、法要敬礼もちょっと覚えてくるんやね。それから、さあ大変じゃ。それでも私らの正体が、少々に出るんだよ。これが正体長殿が、おい、さあ、いいかいいかな、ああ、大丈夫。こちらは現役3年やっていくさ、一遍やって、負傷、何遍かやって、胃が負傷して戻って二度目やからね。もう、16点じゃん。だから、文字を数える確証まで、その、どうしとするに足らず、一毛の収毛を悲観が無とし、めくらがめくらの案内するようなもん。今この仏祖聖伝の門下には、皆、徳道紹介の鉄章を敬え、仏法を従事せしも、軽々に名誉の人道も来たり、まあいろいろな伝説があるが、あなたからでは、伊勢の大臣さんが、仏通滑章禅寺、伊勢の裸の上元寺の解散、解散に受戒を受ける。お伏せに、百姓の寿、宮司のおけさ、追試の行動という、これ三つの宝物になっている名誉の人道も来たり下し、消化の羅漢も来たり門房するに、おのおの、真知を解明するに手を授けるということなし、これは、京都御所のところへ、羅漢が来て、文上がもうと思うたら、勝者が拝んだということがある。大幕と道連れになった本さんと、谷川の、急流なところを、その本さんが肩を投げて、その上へちょいっと乗ってシュッと行ってしまった。この続感と知るならば、一望に閉ざするのはどうぞ苦しいやろはずやかと言ったことがある。そこで、その、それは羅漢になったから、大いに大幕を散乱して、神通力を表してインドに帰ったという伝説がある。だから、ただ仏で死は仏法をなろうべし、
まだ知るね。我らはもとより無常無大かけたるにあらぬ。同志大に従仏といえども、上等することを得なる以外や。左に知見を起こすことを習いたい。これを、物と、これは思うありよりや、思うありよりで、大道をいたずらに探す、つまり食い違う。この知見によりで、空気まちまちなり、どうまちまちかで言うと、十二因縁、これ十、無名、行式、名式、六者、即住、愛、修、夫という、過去には無名、行という、わからんというものが、何度か行為があるから、そこで、この世の、過法がある。それが、式、名式、即住、愛、修、夫、長、老子、この世に受けた過法が、知儀妙識。知儀っていうのは、達体の一物。妙識っていうのは、一つの物質。物質が腹の中で、こんならん、アブドン、ケイシ、変な腹、腹雑魚という、体内語彙。それから、即という、茶杯で、それから、六者という六根不足する。それから、愛というものが起こる。それから、衆という。それで、いよいよ、うというのは保つということで、この世、一生の、業を積み上げて保った。それがために未来に生老死という顔を受ける。で、それは、十二因縁。それをここには十二輪転と。それから二十五の境界。二十五というのは三界二十五。四界に有志。七回に七つ、無七回に四つ、これで三回二十五、無ということは保つということ、つまり迷いの種を保つ、迷いの種を持っておるということ。仏書を読むというといろいろな意味が、仏書の約束があるから、だから愛称を、承諾した。二十五の境界と思い、三条といえば正門円がこなす。五条といえばそれに、正門円がこなすの上に、また、仏上、菩薩上と混ぜて、ね、五条。無物、無物。いや、仏性があるとかないとか。剣という字は見込みという字で、私はいつでもこれを独断という。この無物無物の剣作ることなし。この知見をなろうて仏法修行の衝動と思ういかがる。一向に座禅弁道して目、この上領をのほとりを超え、凡生の道にかかわらず、速やかに過去外に所要して、大菩提を自由するなり、かの文字の洗礼、これは新論の条文に出てくる文句やが、線は、その籠であり、霊は、
サギや、鳥を取る、網である、何も言うかって、いやこういうところに足を突っ込んで居心の取れるのが学者というもんであるから、それは文字の選定に関わるものの傘を並ぶるに及ばいんじゃと。これでは現代、神言、記言の高尚な、これはまあ論議ですると非常に高尚なもので難しい問題であるもんである。これを挙げて言葉の巧みに関わるから、ただ修行の真偽を知るべしとこう言うてて、この先例に関わるものの肩を並ぶに及ばいんじゃと思います。第5番、到底曰く山岳の中に上岳あり、六度の中に全土あり、共にこれ一切の菩薩の初心より学ぶところ、理論を分かず修行をす、今の座禅もその一つなるべし。何をもてか、この中に如来の称号を集めたりというや。これは、六度といえば六波羅です。山岳といえば海上へと海をもって平地となし、禅城をもって奥宅となし、次第に妙称を得と、海というものが大体においてこれは地盤である。でその上に禅城をもって奥宅となし、その中に人間が住まいして活躍する、それが知恵、海上へ、これを山岳という、仏法の大体はこの山岳であるが、だから海上への山岳、その中に禅城というのがある、それじゃないかと、こういうふうに。それから六波羅蜜というのは、伏せ波羅蜜、次回波羅蜜、ニンニク波羅蜜、精進波羅蜜、禅城波羅蜜、智慧波羅蜜というのが、これ六波羅蜜である。で、この六波羅蜜の中にも、つまり禅城波羅蜜があるじゃないかと。しかるに今禅城という座禅というのもその中の一つでないかと。これはそう思っておるものが行さんある、ここばっかりはないが、しかし道元禅師はいつも言う通り、初めてこの無味淡白なる、無色透明なる、仏法を伝えられたもんだから、そこでそういうことが一般の人にはわからん、そこで、禅の歴史といえばこれで、必然であるけれども、道元禅師のような座禅というものは今までになかった。そこでこういう問いを設けて、この自分にいかにもこういう疑いがあったらしいということをここに出さねばならんのは、これ当然である。山岳の中に上岳は禅城、六道の中に全体、共にこれ一切菩薩の初心より学ぶところ、離婚でも鈍婚でもか分かず修行す、今の座禅もその一つなるべし。何よりでか、この中に
如来の称号を集めたりというやつ。こういう問いが起こるのはこれは当然の話である。それに対して、示していらん。今この如来一大事の称号現像無常の大法を禅宗と名付くるゆえにこの問い来たり、これが禅宗というのはとんでもない間違いであるということを、じゃあ道元禅師においては禅宗でなしに、仏法である、仏法の造符であると、そう本山である。いや今曹洞宗とか禅宗とかっていうのはこれは俗称であって、本当の名前はこれは、禅宗でもなければ曹洞宗でもない、曹洞宗というような名前、そんな名前はこれは、社会的に運営していく、つまり 会社なら会社の名前と同じようであって仏法と何の関係はない。だから如来の一大称号現像無常の大法を禅宗と名付くる家にこの問い来たり、知るべし禅宗の号は親鸞伊藤に起これり、インドにはなかったわけじゃ。知れ、禅宗の号は親鸞伊藤に起これり、実験には聞かず、はじめダルマ大師、スダン、伊の国のスダンの少林寺にして、不燃免壁の間、道族っていうのは、道は出家、族は大家、この道族、いまだ仏称号を知らず、仏法というものは何をするものかといえば、みんな禅定を螺旋をしとることは、南方私の木造でも大抵は螺旋しておる。座禅を習とするバラモンと名付けき、バラモンということはこれは症状の行者ということである。悪口でもなかったが、座禅を習とするバラモンと名付けき、あるいは百貫バラモンと、後代代の諸祖皆常に座禅をもはらす、もっぱら座禅をする。これを見る愚かなる俗家は実を知らず、ひたたけてっていうのは、これは国語の上で非常な研究があるが、滅と無償と、これは高専禅師が滅多無償と、滅は消滅の滅、とは、三途の道という字、滅多無償、無はないという字、償は証拠のないということ、つまり、これは大体関西において滅多無償という俗語がありよった。私は子供の時に、めった無償なこと言うな、こういう言葉がありよった。で、高専和尚は、昇天禄族長に、平安時代の源氏物語やってから何かの言葉を引いて、この「ひたたけて」というのはめった無償と。ひたたけて、なんちゅうことなしに座禅宗と名付け、今の世に座の言葉を冠して簡略して、ただ禅宗というなり、その心
諸祖の衣ごにってのは、これは法教記にもあるように、石門の林間録、石門の林間録に出ておる。また如上禅師の法教記、だからそれが諸祖の公語に明らかだい。六道および三学の中の禅定に並べて、並べて、言うべきにあらず。この仏法の祖伝の敵なること、一代に隠れなし。如来昔霊山会場にして消防現像で判明し、無常の大法を一人過小尊者にのみ付属せし儀式現在して上界にある天守間の当たり見し者尊者、これは純立正温厚という号を持つような理屈で、非常なこれは大事なことである。つまり、釈尊が曜日春幕、歌唱が花未生、我に消防現像に反明心あり、まか歌唱に付属する。まあ、それを、四天王が見とったと。四天王の一昼夜は、人間の、400年弱という、そうするとまだ、2、3日しか経っていない、まあ、そんなようなそれを目の当たり見し者尊勢疑うべきにあらず、およそ仏法はこの天使とこしらえに誤示するならない仏法主語の、神さんじゃ。その行為まだ振りず、まさに知るべし。それから先が大事です。これは仏法の全貌なり、仏法の全体を指して、この禅定、この禅定によって仏法の全体を、それだから他のものと並べて、他の修士と並べて言うべきものだし、これで他の、次回修、禅定修、知恵修、他の会場へそれと並べて言うべきものはない。仏法の全道をくれる。だからだるまさんの修士は仏法の全道なり、並べて言うべきものなし。他の修士には所有の経典があり、本尊さんに決まりがあり、いろいろな決まりがある。ところが我が衆にはこれは本尊様はなり。ところが私は他衆で勉強すると、他衆で勉強しておるというと何衆のもんでもある。この日蓮宗の安盛は新宗の安盛は浄土宗の安盛は新宗宗の安盛、結局は本尊様は何で、所有の経典は何で、ちょっと面食らうなんとなれたことによる。所有の経典が何で、法律が観音業も無視法華経も、何からた、おかしな修士ですよ。新言宗ではちゃんと、大日教、本尊さんは大日如来、
大蔵会、金剛会のマンドラ、それと、新州では、下坊、下生の安全のある、所有の教師が無料事業に、官業に、安座業に、ちゃんと決まっている。この税収というものが決まっておらん。本堂さんもあり、薬師さんのところもありゃ、不動産のところもありゃ、地蔵さんのところもありゃ、何でもある。でそれで悪いんじゃないの。これで仏道、仏法の禅道だから、本堂さんは何でもいい。我々の修行は、これは決まりがある。飯の食い方から、掃除の仕方から、洗浄の巻きから、洗面の巻きから、まあ、大体において衛兵審議、重運動式、それから、座禅儀、修行の仕方がある。そこで、これは仏法の禅道なり、並べて言うべきものなしと、この一段を結んだ。第六問。到底曰く仏家何により出が思議の中に、ただし座の身に応せて、禅定を進めて承認を言うや。死というのは行、住、座、が。行というのは近辺。住というのはこう去ったところ。座というのは座禅。がというのは俗面細部境。とにかく右の脇を下にして、正倉様を真ん中にして、僧道では、正倉様の方に頭を向けて寝る。で、真偽の中に、矢の身に応せて、禅定を進めて、承認を言うやと。示して曰く昔よりの諸仏相次いで、修行し挿入せる道、極め知りがたし、家を訪ねば仏家の持ち得るところを家と知るべし。この他に訪ねてから、この仏教者のするところがこの座禅で。ただし、そし褒めて曰く。これは、長老の修作の座禅儀に、安楽の訪問なりたい。これは、一番、立ち詰めに立っとる。これもなかなかつらい。歩き詰めに歩いたらこれもなかなかつらい。寝詰めに寝とる。そら絶対安静の病人が、先生もう起きてはいけませんかって、ああもうもちゃさまちゃさ、寝詰めに寝とるのもなかなかつらいらしい。で、だから死因の中にと、死義っていう死義というのは行、住、座、が、この死義の中に安楽なる家か。いわいや一仏二仏の修行の身にあらず。どの仏もどの仏も皆、どこどここの座禅もなさったぜ。諸仏、諸祖に皆この道あり。どの仏もどの祖師も座禅も。第七問。到底曰
ごこの座禅の行は今仏法を生へせざらん者は座禅弁道してその生を取るべし。是に仏称望を諦めん人は座禅何の待つところかあらん。これは悟るための座禅という大体の先入概念から飛ぶのである。大体悟るためではない。悟るためではないが悟るためと思うだから。だから今仏法を、まだ仏法を生へせざらん者は座禅弁道してその生を取るべし。これはその自分にも悟るまで座禅せとか、悟ったら座禅せとか、いろいろな、概念を持って、この座禅について、考えておったんである。そこで示して曰く、知人の前に夢を解かず三種の手に周到を与えがたしといえど、それ首相の一つにあらずと思える、すなわち下道の圏内。これは道元明の言葉に、知人の前に夢を解かず達人の前に目を言うべからず三種の手に周到を与えがたしという言葉があるのをもじって、ここにそれ首相は一つにあらずと思える、すなわち下道の圏内。いや、素人は修行をして、そうしてぼつぼつ悟るもんと思う。寒暖計が上がるように、じゃあ来た、よそんなこと言うとるな、もう正直にして差し替えやさあ、そこがその工夫のしどころ、久留米の三将軍が滑っても転んでも登れ不死ねえわと、登る不死ねえわがあると思ってるもんな、滑っても転んでも登れ不死ねえわ、それをまた門人どもが感心してるもんな、老僧滑っても転んでも登れ不死ねえわ、それで景色がいる。で、修行によって悟りというものがあると思うておる。そこで、これは仏法の極意がこれ、ここへ。仏法には首相これ一等なり。修行が悟りなり。だから、悟りは修行だ。いや、形のほかに精神はないわけ。ありがとう。こうやって見える。ね、こうやっといて、座禅したけど。いや、形と非常に面白いもんな。いわゆる常識覚悟を論ぜる。理心頓挫を選ぶことだから。戦意に工夫せばまさにこれ、伝道だ。だから本性妙修という。何も昔の昔の大昔から、お釈迦さんとちっとも違わない。だから初心の弁道、すなわち本性の全体ない。誰でも座禅すれば仏さんとちっとも違わない。あるはいえに修行の要順を授くるにも、主の他に勝負を待つ思えなかれと教える。修行をそれ自身が、だからそれを有足仏法と、そこそこ修士とも、形の他に精神はないわけである。だから、その、
他に将を待つ覚えなかれと教えよ。直使の本性なるが家に。悟りは今からではない。むしよりこの方、迷うと覚えのないものを持ちながら、これで世間に、騙されて、そうして、なんとか悟るというものが向こうにあって、それが三義百大行とか、いろいろなもったいをつけた名前で、そうして、精進修行しようと思うのが、これがまあ通常の世界である。そこでこいつをひっくり返して、すでに主の将なれば将に極なる。将の主なれば主に始めなし。すでに主の将なれば、修行と悟るとは、ちっとも距離が離れていない。将の主なれば主に始めなし。ここまで、釈迦牟尼如来迦叶尊者ともに正常の主に受容せられ。これは非常に大事なことだ。釈迦牟尼仏も迦叶尊者も正常の主に。悟るためじゃない正常の主に。受容せられ。ダルマ大師大観こそ同じく表情の種に品定せられ、仏法十字の後皆格納を出し、仏法を重視する、仏法に重視、仏法を維持し、だから我々の仕事はこの仏法十字である。仏法十字の後皆格納を出し、すでに将を離れの主あり。我が幸いに一分の妙衆を断念せる。諸心の弁道、すなわち一分の本性を無為の地に売るない。これ非常な微妙な合理性である。我が幸いに一分の妙衆を断念せる。さあ、右の足を左のもん、左の足を右のもんの上に、右の手を左の足の上、左の手を右の、左右用心してごつごっとして座上した。耳と肩と対し、鼻と頬と対し、これ一分の妙臭を鍛錬せる。初心の弁道、すなわち一分の本性を無為の地に売るなり。知るべし主を離れぬ将を善なせざらしめんがため、主を離れぬ将を汚してはならん。じゃあ善なせざらしめんがために、仏祖しきりに修行の有力すべからずと教えよ。そこで妙衆を奉賀すれば本性を手の内に見れる。非常な微妙な御文章である。本性を出身すれば妙衆通信に行われる。これは本性とか妙衆とかという、言葉も忘れて、今我々の座る座禅は、この妙衆を奉賀して、本性を出のうちに見て、本性を出身すれば妙衆を通信に行われる。これは何も我々の平然にやっておることが、つまり言うと、文章になると、道元禅師の微妙な文章になるとこうなるわけ。妙衆を奉賀すれば本性を出のうちに見て、本性を出身すれば妙衆を通信に行われる。
あの技に大宗国にして見しから諸方の全員皆座禅堂を構えて500、600および1、2千僧を兄で西槍座禅を進めき、その石主とせよ現物真言の修士に仏法の大義をとふらいしかば師匠の両断にあらぬ旨を聞こえき、修行と悟り、師匠の二つでない、俺は師匠不二、この家に門下の山岳の上にあらず愚法の凍る仏法の中に真実を願わん人、諸心御心を選ばず、よら不堪座禅儀という凡人精進を論ぜず仏祖の教えにより抽象の道を放て座禅弁道すべしと進む、聞かずや首相はすなわち泣きにあらず、善なすることはすなわちえい。これは南岳大師が六祖のところへ来た時に、何者かこれ意味もないと、それから何事かわからなかったが、8年経ってようよう、最初来た時に何者がこれ陰村へとおっしゃったのが分かりましたと。どう分かったかと、切字一物即不中と、解いて一物を示すも即当たらず、はい、言葉です。それで帰って首相を借りやと、修行し、そしてそこで首相は泣きにしもあらず、善なすることはえい。ただこの不善な諸物も諸念、我もまた女で、男児もまた女で、よく後日しようと。これがまあ、まだ外国では、首相はすなわち泣きにあらず、善なすることはえいと。これをうっかりすると善なする。また曰く道を見る者は道を主すると、これは修山本庄禅師の言葉であるが、道を見る者は道を主す、知らねばしようがないが、本当に道を見るならば道を主す、知るべし徳道の中に修行をすべしということ、道を得て、いよいよ修行をする、道を見るために修行をするだけのこっちゃない、道を見るものは道を。第8問。当店曰く我が町の先代に、共広めし、諸子、共にこれ、入刀伝法を接しとき、何ぞこの旨を差し置きて、ただ共謀のみ伝えし、示して曰く昔の人事、この法を伝えざりしことは、自節の未だ至らざりしゆえなり。この自分には、偉い人がたくさん、伝行工房もできるども、それよりまだ遡って、玄房やら道場やら、道教やら、奈良町から、平安時代にかけてたくさんの人が仏法を伝えておる。
業工房も、前に参じた歴史がある。我が町の先代に京を広めしとし、共にこれ日東伝法せしてき、何ぞこの旨を差し置きて、ただ京をのみ伝えし、示す礼儀がある。昔の人事この方も伝えざりしいことは、自説の未だ至らざりしえない。これは一応分かるようである。当て言わず、可能で大台の阻止、この方を得得せりや、示して言わず、得せば通じてん、得得しておるならば、この方を武道し広めたに違いない。というと、羽田屋では、この方を得していなかったという。これは面白い言い方では、得せば通じてんと。得得していなかったに違いない。